オフ島及びオロセガ島地図オフ島及びオロセガ島はアメリカ領サモアの島マヌア諸島に属する西がオフ島東がオロセガ島で両島を合わせて東西6キロメートル南北2キロメートルに広がる双方とも縦上火山の火山島で地質や地形もよく似ている双子島である両島の間はわずか1 3 7メートルの 朝が海峡によって隔てられているだけで、しかもこの海峡は浅く、珊瑚礁によって天然の橋のようになっており、環潮時には歩いて行き来ができる。1970年には両島を結ぶ一車線のオフ、おろせが橋が開通し、満潮時や車でも両島を行き来することができるようになり、両島の村同士の結びつきはさらに深くなった。オフ島の最高峰は491メートルの トゥムトゥム山で、オロセガ島の最高峰は629メートルのピューマフア山である。直近で火山活動があったのは1866年で、オロセガ島の3キロメートル南東で起こった。1980年代に、太平洋の考古学者であるパトリック・ビントン・カーチによってオフ島南部海岸に2キロメートルにわたって、広がる東亜外石で実施された発掘調査で、 陶器や貝殻、蝶菜や骨が見つかり、古代のポリネシアやサモアの文化を解明するための貴重な手がかりとなった。この中には典型的なラピタ人の土器も含まれており、これにより少なくとも3000年前にはこの島に人類が居住していたことが明らかとなった。おろせが東南岸から望むオフジマオフジマこの島の西部にあたる。北岸は絶壁で西岸に オフ村とアラウファウ村の二つの村がある。中心地はオフ村である。沖合にヌーテレ島という小島が浮かんでいる。トアガ地区をはじめとする島の南岸の大部分は海洋性の豊かな生態系が維持されており、アメリカンサモア国立公園に指定されている。島の面積は7 2 1 5トル、人口は289人。マヌア地区のオフ群に属する。オロセガ島も、 オフジマと同じく巨大な火山が沈んでカルデラの一辺の実が海上に残ったものである。マヌア地区のオロセガ郡に属する。面積5 1 6 3 k 平方メートル、人口216人。東岸は絶壁で住民は北西岸にシリ、南西岸にオロセガの二つの村を作って居住しているが、シリ村及び北西岸はサイクロンで甚大な被害を受けて、 ほぼ無人地帯となり、現在は、おろせが村と南西岸に住民のほとんどが居住している。ありがとうございます。